あれわー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 、帰りなさい。新しいパズル買ってきた。うち新しい洋服買ってきた、ズボンだけど。和田さん、いいケーキね、うん、お母さん何このドラえもん買ってくれたの？それバレちゃったよ。ダメじゃん。なんでそっちは買ってあげたの？ありがとう。入ってたもん。おかしいでしょ。パズルだ。しょうがない。入れたかったからそこに入れたんだよ、もう私が。これ全部買ったの？ありがとう。ありがとう。めっちゃ怒られてる。もらえる人はめっちゃ怒られてる。じゃあ、初めて見た時の喜びを見せてね。ああ、そうだよ。それお願いね。初めてもらった時の喜びを見せて。いやだよ、無理だって。そういうね、フラビ立てて、ね、もうフラビ立ててるからね。バリバリのフラビ立てての。ウケる。演技よろしく。演技よろしく。やだ。さあ、またズボン買ってきた。うん、あら、いいじゃないの。あ、見て見て見て。好きね、こういうの。ダメージ系とかさ。いいな、私服の良さはよくわからん。おしゃれセンスがないからね。そして今夜はな、いいのがなかった。イオンはほんとダメ。ダメ言うた。鶴屋に行きたかった。早く早くトイレ。トイレ、ちょっとトイレ、ちょっとトイレに見られてた。あ、来た。あ、すげえ。座れや。こうだよ、お父さん。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。うん、何だよ。あの、え、ワイングラスで飲ませるからね。今日ワイングラス、普通に飲みたい。じゃあまずお姉ちゃんやつを買わないで。そうですね、まずは試合行くね。どうぞ。あ、それ自分で違わないで。それ自分で違わないでよ。いいやんか。なんの表面張力使うぞ。これどこに下ろせばいい？お父さんのカメラのせいで邪魔なんだわ。そうだな。まだ表面張力ではない。あ、ちょっと許さないで。ごめんなさい。これやばい、飲めないじゃん、乾杯するまで。そうだよ。乾杯どうやってすんの？もうここから行くしかないよね。行ったらバシャーンだよね。うわ、怖っ。うわ、びっくりした。揺らさないでよ、これこぼれるから。めっちゃびっくりしたんだが。こうやってやると泡が立たないらしい。こっちも行く、表面張力。うまそう。黒いものはなんだ。トリュフ、トリュフ、トリュフ、ドリフ、サラサラ。ここに、そしてローストビーフが来たらもう。はい、ゴンチご飯欲しい。はい、ご飯まだ、まだ。はい、サラサラって。はい、それはお父さんも手伝って。今日わさびいる？あい、ありがとう、わさび。なんかメインのメインのメインのみたいな感じになってるけど。ピーピー。こっちも取れてるの？ドコモでしょ？全部取れてる。ドコモ、ドコモだよ。ドコモ。ドコモ。TNT。TNT じゃねえわ。なんで TNT？ NTT だ。ちょっと乾杯前だけど、一口だけ飲んどこう。いやいやいや。あれ、宴会とかでさ、これ継いだ後に話始まるんや、乾杯の。そうなの、乾杯の温度っていうのがあってね、ほら一人が行くんだよね。挨拶とスカートは短い方がいいっていう。これを持ってさ、マイクの前に行って宴会で、すぐ乾杯しないんだよ。乾杯挨拶をまずするわけ。この度は最後におめでとうございますみたいな始まって、私が僭越ながら頑張るって言って、それがみんな立って待ってるんや。でこれもこうぬるくなってくれてさ、はよせーやーってやった。あ、もう最悪。
軽く容器一緒じゃね、うん、あ、とんがってやつだけど、うまっ。祭りじゃー、わっしょわっしょわっしょ、うるさいよ。なんかさ、どれもいいのかと思ったんだよね。はーい、どん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 ようでしょ。わあ、いい、イタリアン。丁寧なラジオ体操。丁寧なラジオ体操。はい、どうぞ。はい、じゃあいただきましょう。あ、ちょっと丁寧なラジオ体操やってるから邪魔しないで。まだ丁寧な体操で。わ、皆様、グラスを手に。ちょっと安倍さん入ってたよ。それちゃめちゃもう。それでは、皆様、グラスを手に。お姉ちゃん、軍手ちゃん、ねえ、やめて、阿部さん入れてこないで。15歳誠におめでとうございます。あんちゃん、ありがとうございます。わーい、乾杯。ありがとうございます。はい、じゃあ飲み干す。おお、これ酔った。酔うか酔うか、はい、うん、今、北斗だけになった。あたたたたた、よく知ってんじゃん、北斗だけ。それだけ知ってる。うん、ロースビーフが、ロースビーフが、うん、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、めっちゃ柔らかす。こっち側のがね、よくできてる。うん、まっ。おいしい。誰じゃ、イオンの肉がどうのこうのとか言ったやつ。これはモランボンのソースの勝ちだと思うよ。めっちゃ柔らかくていい肉だね、これ、うん、普通にいい肉ですけど。普通にいい肉ですよ。めっちゃディスってたけど、うん、マークの中でもタスマニアビーフってやつだから、うん、いいやつ、いいやつ。あったかくてピザ食べよう。黒いのトリュフほらだよ。だそうです。もう食べな。姉ちゃんも好きでしょ。うん、うん、耳は食えない。耳残してもいいよ。食いたい。耳食べたい人いる。ちょっと最近口内炎が多発してるから気をつけないと。気をつけるか。なんかじゃん、残骸処理上がりね。これね、あとこれタイです。タイ、うん、タイ、タイだくね。食べたい。すみませんでした。タイとマグロ、いや、すごく面白いね。ちょっとね、家族みんな涙もない。ツボがね、言うてもお父さんも涙もない。相当涙もない、うん、だって年取るとそうなるよ。いや、昔から泣き虫でさ、うん、ちっちゃい頃から本当泣き虫なのね、うん、小学校の時とか男泣いたらめっちゃ冷やかされるやん、うん。もう最近、なんかほんと最近っていうか、もう幼稚園とかさ、運動会とかそういう行事ごとあったらもう間違いなく泣くのね、私。お母さんがあったら結構みんな泣いてんだけど、うん、なんかお父さんなのにめっちゃ号泣してて、私だけ。すげえ恥ずかしいんだけど。だってお母さんそんな泣かないもん、うちの。だし、うん、人がいるとダメなの。あの、音楽会の合唱とかさ、うん、泣いちゃうもんね。え、泣いてる。なんで泣いちゃうの？この間も泣いてたじゃん。だって泣いちゃった。なんで泣いちゃうの？しかもあなたたちじゃないクラスだけど、全然関係なくてもなんだよ。ちょっとおかしいよね。泣いてて、我が子じゃないのにおかしいよね。うん、何で止まらなくなってくるんだよ。なんでどうして？お母さんからっていうか、まあ、はい、どうぞ。これはでも知ってると思うけどね。うん、開けていいんですか？うん、開けて。ちょっと待って。いきますよ。ちょっと待って。やばい。なにこれ。かわいいよ。かわいいよ。文具セット。
マルチケース作るやつ。いっぱい入ってるよ、なんか。すげえ。なんかドラえもんセットだよ。これは使います。ありがとうございます。名前出ちゃってんで、うん、本名が。なんなの、この凝った。今考えて、こんな前も言ってる。名前言っちゃってる。やだ。ほんとやだ。ね、すごい。あ、お母さん細い。そんな変わんないよ。お顔。そんな変わんないよ。今あんま変わんないな。お姉ちゃんって可愛い。お父さん映んないんじゃない、これもしかして。あのコーラから出る泡を表面から泡シュワシュワ出るやん、あれを浴びてるんだよ。ケンタやん。あ、父さんこの時から固定という技術を覚えたのかい。はい、飲めてね、あんた辛くね、音を聞くし、いじれてんだよ、父さん。音を聞くした。めっちゃ離れるよ。そこでいいよ。会長でマイク。あ、本名言ってる。なんて書いてあるあれ。マイクって書いてある。ねえ、やだ。見切れるよ。あ、なんでパッツンなの前髪。ほんちゃん見て、危ない危ない、持ってるグラス持ってるよ。やばい、危ない危ない。乾杯の挨拶だから。ほんちゃん気をつけて、ぶっかけんだ、めんちゃんに。9歳に向けて頑張りましょう。長い人いるよね。長い人いるね。パッツン気になる。ケーキタイムだろうな。これちゃんと衣装着てんだね。お食事とりあえず。かなり若い。やだ。しばし。あ、やっぱりあの部位が好きなのか。あ、違う部位だ。自分で食べたい。何食べさせてくれてんの。わがままもんね。いや、食べるときあんって言わなかったから言ってる。あんって言ったよね。自分で効果音つけてタイプに。恥ずかしいよ。やめてよ。そうだったんだね。なんでパッツン。どうしたら変わってないから。どうしたらカットか。飲みながらクイズすな。それでは。待って、パッツン。パッツンさんが。楽しみタイムにしたいと思います。それでは。あ、これ。全然覚えてないんだけど、何これ。何してんの。よっしゃ、よっしゃ。前髪めっちゃ忘れてこういう芸人いない。水田君あれ自分で切ってんのかな。すっごいダサいよ。一番好きな食べ物は何ですか。ハンバーグです。変わんない。ハンバーグです。一番嫌いなものは何でしょうか。ピーマンです。ピーマン。変わってない。ハンバーグです。こうちゃんの神聖。一番欲しいものは何で
いいの出しちゃって。今日の一番の受けポイントはお父さんのパッツンだ。あのパッツンはひどかったな。ミスタ君や。すごいな。すげえキモいもうちょっと下げて。なんで軍手って入れろって言われたのか分かってないでしょうね。何回、はい、何回か聞き直されたからね。かきくけこの句に。そうです、軍手です。パッツンの時代かあれこそクルーレックスだよね。あれはやばいよね。あれはなんだ、そんなあのパッツンなんか考えたら今の方が断然マシだな。よくあんなんで普通な平気な子はして会社行ってたよね。ロウソクめっちゃでもお姉ちゃんって髪だけ、ごめん本当にごめん、本当にごめんなさい、暗い、怖い、怖い。大丈夫だよ。怖いってなんだよ。暗いの嫌いなんで私。あ、これも反射しないか。うん、あ。怖い。はい。はいはい。それでは、はい、ゴンチさん。ですよ。3。はい。まさかのハッピーバースデーソング。グダグダやし、あのなんでさ手拍子裏拍なの。タンタタン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 。なんかさ変な裏拍で叩いてる。こんち、お疲れ様でした。上手だ。よくできました。持って帰ってきた甲斐があった。パクリマに食べても全然ね、あの、気持ち悪くなってきた。すごいね、これめっちゃ中にクリームのもすごい、ね、すごい柔らかいの、なんて言うんだろう、もうね持ち上がらないの、なんかふわふわやん、クリームが牛乳ね、クリームふわふわふわ、美味しい、あ、そっから行く、うん、うん、うん、ふん、いちご、うわ、ちょうどいいんじゃないこれ、うん、食レポなんか食感とかいいんだよ、ふわふわとかさ、うん、シャリシャリとかさ、ドロッドロとか言ってればいいんだよ、あと濃厚とか言っとけばいいんだよ、とりあえず濃厚とコクがすごい、ローが乗ってくる、あと見た目よりあっさり、あ、見た目こってりだけど見た目よりあっさり、全然ボリュームないしみたいな、ボリュームないんかい。ダメだ、そりゃボリュームがないんじゃダメだ。それ斬新だね。全然ボリュームないし。褒めてんのかけなしてんのかわかんない。すっごい褒めてる感じでいいんでしょ。全然ボリュームもないし。でも今一番欲しいものは何だろう。それはお願いしますよ、あれで、ね、今一番欲しいもの、うん、で今一番え食べ物は一番好きな食べ物は？ハンバーグ。ハンバーグです。嫌いな食べ物は？ピーマン。ピーマンです。一番欲しいものは？一番欲しいもの？なんだろうね。マジックツリーハウスいっぱい。彼氏いっぱい。彼氏がいっぱい欲しい。それ言えばよかったのに、つまんないな。それ。Ha ha ha.